海と島の博覧会は、1989年、広島県内で地方博ブームに乗って開催された博覧会。正式名称は、89回と島の博覧会、広島。海島博とも呼ばれる。パラダイスの塔2009年8月29日撮影、本2010年1月10日、撮影開催期間は1989年7月8日から10月29日まで、約4ヶ月間行われた。この博覧会の特徴として、広島市のメイン会場と県内各地に配置されたサブ会場を配した数少ない広域周遊型の博覧会になっている。手塚治虫がデザインしたマスコットキャラクターのアビ丸は県庁アビを元にしている。ミスの名前はセブンマーメイドと命名され7人が選ばれた。その中にはその後フリータレントになった人もいる。メイン会場には114日間で、延べ 3,298,495 人が入場した。テーマ曲は、少年隊のシー&アイランド。また、広島城、開場400周年記念イベントも兼ねていた。メイン会場は、広島市西区商工センター、大木に設置され、広島市民球場12個、分。24ヘクタールの敷地内に6ヘクタールの人工の海7つの半島が作られた。その作られた海の上をスカイキャビンと呼ばれるロープウェイが対岸を結んでいた。また、作られた海を周遊するウォータージェット式ボートのオーシャンクルーズが運航されていた。当時の時代を反映して会場内にディスコパビリオンが存在した。メイン会場にあったパビリオンメイン会場にあった、モニュメントメイン会場の入園料パスポート券メイン会場のほか、7つの主催、共催会場、すべて合わせて22会場で開催された。博覧会の開催に合わせて、新井ノ口駅と現在のアルパークをつなぐ歩道のペデストリアンデッキが作られた。博覧会の終了後は、1990年に開業したアルパークと駅をつなぐ歩道として、現在も活用されている。太田川放水路の交互橋に、商工センターから広島駅側に抜ける自動車専用のオーバークロスが設置され現在も活用されている。また、博覧会開催に合わせて、太田川周遊の水上遊覧船が就航した。メイン会場跡地のうち、商工センター地区は博覧会後に解体され、下水処理場になった。また、広場としてイベントなどに活用されている。大木地区は長らく跡地がそのまま残されていたが、2017年4月に泉が複合商業施設、レクトを開業させた。博覧会の時に作られたパラダイスの塔が、広島港近くの宇品波止場公園に移設され、現在も保存されている。また、紺のモニュメントが広島市中央公園に保存されている。博覧会マスコットのアビ丸は地元呉市の瀬戸内銀行のマスコットになり、同行が広島総合銀行と合併して、もみじ銀行になる2004年まで使われていた。また、高今秋灘高速がかつて運行していた高速バス車両の車体や、秋吉線がかつて就航させていた遊覧船第3課。曲がりにアビ丸のイラストが描かれていた。メイン会場の7つの半島、物語、広場、7つの主催、共催会場、ミス89回と島の博覧会広島、セブンマーメイドなど7の数字にこだわった博覧会でもあった。意味として地球上の7つの海を表している。郵政省中国郵政局が開催記念のふるさと切手として1989年7月7日に62円、切手2種を発行している。発行枚数は650万枚であった。ありがとうございます。